はい、ありがとうございます、今日も鶴見で仕入れてます。7月の今日は何日、25ぐらいかな。はい、今日もやっていきましょうか。とりあえず普段撮影しているところがあまりにも暑いんで、ちょっとこの切り花置いてるところちょっとだけエアコンかかってるんで、ここでやっていこうと思います。でまず、こちらハイビスカス金市ですね。はい、混合ミックスって書いてるけど赤とオレンジのミックスかな。はいなんか黄色とかピンクとか入ってるんかと思ったら、まさかの赤とオレンジだけやった。で、ひまわり斉藤雅人さん、ひまわりの黒目と白目っていう感じかな。背低い方が俺は好きなんやけどね、ちょっとこっちは背高いかなっていう感じ。でリーガースベゴニア、島辺、最近花付きめっちゃいいんだね。温度がいいのか作りがうまいのか、全然花付きがめちゃくちゃいい。特に赤なんかこれすごくない？赤オレンジ最高。よし、でちょっとね温度が厚すぎるから背面ね売らなあかんかなっていう感じやけど、まあでも値段もね本当安くしてもらってるから本当にありがたし。で続きまして、サンスベリア名玉園、まあいつも通りサンスやね。で、セローム、可動化さんっていうのかな、可動化園芸。セロムでもちょっと大きめっていうのかな。そうそうそう、うん、よし。で、日日草は寺山園芸、寺山さん綺麗なのね、すごくない？パチッパチッと作ってる。で、タカフラワー、ノバダブル、まあ、ちょっとね今から植えるは暑いかなとも思うけど、まあでも半八重っていう感じなんかな、八重咲き。そう、このカリブラコアマウンティングタイプ、このマウンティングタイプっていうのがよくわからんけど、マウント、マウンティング、多分グランドカバーになるようなちょっと匍匐性っていうのかな、こう上にっていうよりも横にっていう、こう背性っていう感じのことをマウンティングタイプっていうのか、ちょっとわかんないんで、知ってる人がおったらぜひ、コメントで教えてください。で、花のエコ園ペンタース、ペンペンペンタース暑さ強いからいいよね。で、昨日はね一発目に、奥田園芸の日日草、寺山さんのもあるって分かっとったけど、とりあえず保険で奥田さんも買いました。奥田さんね好きなんよね、個人的に。何作ってもうまいっていう感じで。で、アンス、バンビーノレッド、久々買った。届くかな、こ届いた。で続きまして、落合園芸ハイゲイトアマランサス、アマランサス好きな、おじいちゃんおばあちゃん好きなんじゃないかな。こっちは何やろ、アンティークコテージ、なんか寄せ植え見てこれ一個だけ面白そうやから買ったで、マルシュ園芸ポトス釣り、観葉植物ね置いてちょっとグリーンを増やして、まあ賑やかしですね。これも山内植物園、これも賑やかしで買ったよーんっていう感じ、うん、サンデリーサンス、大銀流、サンデリー、プテリスゴッドプロトン、プラスナコンパクターポトスライムピレア、まあまあやね。で、八ヶ岳ファームマリーゴールド、マリーゴールドも暑さ強いからいいよね。で今年これ初めてちゃうかな、花混合アジアの風4寸の初恋、花付きめちゃくちゃいい。でこれでピンクと黄色があるから、まあ金市で黄色とピンクがなくてもまあいいかなって、逆にこっちで赤とかがあんまないからよかった。あこれちょっと、ちょっと待ってよ、シュー逆やった。
オリエンタル、岐阜種苗っていうのかな、個人になってるタッチストーンあの何やろ、時期的に今じゃないって分かってるの。あの大体ね、何月球根を9月10月11月ぐらいまでに植えましょうみたいな、ちょっと暖かい時ね、お盆終わってから植えましょうっていう状態で、そっから芽が出て来年の4月5月咲くっていうのがまあ一般的やけど、今この状態でどこまでどうなるとか、まあ、それは知らんけど、お客さんがあ、オリエンタル売ってるんやね、育ててみようかっていう値段で売ろうと思います。そう、ちょっと面白かっただけで。原さんのペンタース、原さんもうまいんだよね。原さんの作る日日草とかペンタースとか俺は個人的に結構好きかな。で、黒崎園アロマティカース、ポップもついていいよね。あ、ゴキちゃんの、非効果になるぐらいでいいんじゃないでしょうか。はい、今日はこんなもんです。とりあえず、次の土曜日は、一回飛ばしたいと思います。なぜかというと、お盆の準備が忙しいからです。お盆はね、だいぶ準備は進みつつあるが、しかし油断大敵。このお盆ね、しっかりと短期集中型になると思うんでね、しっかり準備をして、まあ、相場がね高いっていうのがちょっとね、あのすごいいいかって言ったらそうでもないけど、まあでもね、状況はどの花屋さんも一緒だと思うんで、しっかりと、販売につながるような準備をやっていきたいと思います。ということで今日はこんな感じで終わろうかな。まだまだね、暑い日が続くんでね、あの体調管理で、またあのしっかり水分補給とって、極力ね、こんだけ暑い日が続くんで、涼しいところで、なんか涼むっていうのもいいんじゃないかなと思います。まあ、羽根さんはね、基本的に店の中は結構クーラーがガンガンに効いてると思うんでね、はい、一応そんな感じで、まあ、うちもね、お盆までしっかり準備して、しっかり、あと8月の、1日の火曜日かな、それで一応最終になる予定なんで、どこまでね動画が撮れるかわかんないけど、あのこのチャンネルと別でね、花園のサブチャンネルっていう方では、個人的な、お盆の準備であったりとか、なんかそういう情報発信、個人的なうちの店で、また僕個人の情報発信とかもやってるんで、もしね、なんかそっち側気になるよっていう方は、そっち側もぜひご覧ください。ということで以上で終わります。バイビー。